最近の新型車ってほとんどが EV だよね。日本のメーカーはまだハイブリッド車が主流で、そこまで EV ばかりというわけではないぞ。ただ海外メーカーの新型車は体感9割くらい EV な気がするな。実際のところはどうなのかわからないけど、そのくらい EV が増えてるってことだよね。それもあってか最近は新型車を見ても、ワクワクすることが少なくなってきたよ。私は EV もワクワクするけどな。ターボチャージャーちゃんはどちらかというと、EV 肯定派というか推進派みたいな感じだよね。私は別になんとも思っていないし、あえて言うならガソリン車が一番好きだ。ただ今後 EV の時代が訪れるというのなら、それは受け入れるしかないとも思っている。大人だなぁ。私はまだそういう風には考えられないよ。エンジン好きである前に車好きだからな。EV しかなくなるというのなら、EV の楽しみ方を探すだけだぜ。確かにそれはそうかも。ところで少し前に EV のタイヤ事情が話題になっていたのを知っているか？何それ？ SNS はチェックしてるけど、そういうのは見たことないなぁ。何がどう話題になってたの？ことの発端は最新ガジェット情報などを発信しているギズモードジャパンというメディアで掲載された。電気自動車、タイヤの減り早すぎ。交換ペースがガソリン車の倍以上という記事だ。おお、確かに興味深い内容だね。でも本当にそうなのかな？とにかく記事の中身が気になる。じゃあ今回はその記事について要約しつつ、EV の課題であるタイヤ問題に迫っていこう。よろしくお願いします。文キャス。少し前の話題ではあるが X の車界隈で盛り上がっていたのが EV のタイヤ事情だ。ことの発端は電気自動車、タイヤの減り早すぎ。交換ペースがガソリン車の倍以上という。ギズモードジャパンの記事で、これがヤフーニュースをはじめとする。メディアに取り上げられたことで色々と大騒ぎになっていたわけだな。特に車好きじゃない一般人でも中身が気になるタイトルだよね。EV ってタイヤの減り早いのか。しかもガソリン車の倍以上って、維持費かかりすぎるでしょ。記事の内容を確認しないままタイトルで判断するのは禁物だぞ。でも文字読むのめんどくさいもん。そう言うと思ったので、記事の中身を要約していく。そう来なくちゃ。私の意見などは一旦置いておいて、記事の中身をざっくりと伝えるぞ。またギズモードジャパンが引用しているアメリカの新聞誌、ザ・マイアミ・ヘラルドからも一部抜粋している。アメリカ国内で第2位の EV 市場であるフロリダ。そんなフロリダに拠点を置く EV 修理専門店のスタッフによると、お客さんの EV に関する相談で最も多いのがタイヤ関連だそうだ。え、意外。モーターの故障とかじゃないのか。何しろ EV はタイヤの減りがとにかく早くて、内燃機関車よりもタイヤの交換頻度が多い。約 1.3 万キロから 1.6 万キロ程度の走行でタイヤ交換が必要になる場合もある。EV ってそんなにタイヤ減るの？全然知らなかった。メルセデス・ベンツ EQS のオーナーはこう語る。買う前に誰かが 1.1 万キロを走行するたびに、20万円のタイヤ代がかかると教えてくれていたら、私は絶対にこの車を買わなかったと。1万キロ走るたびに20万円もタイヤに課金しないといけないのか。さすがにしんどすぎる。ギズモードジャパンおよびザ・マイアミ・ヘラルドでは、もう少し続きがあるのだが一旦ここまでにするとしよう。まあ要するに EV のタイヤの減りが早すぎる。クソ、知ってたら買わなかったのにって感じか。それぞれの記事はこの動画の概要欄に URL を記載しているので、もう少し詳しく知りたいという人は、ぜひ記事の中身を覗いてみてほしい。個人的に EV はまだまだ課題が多いと思ってるけど、そんなデメリットもあったなんて知らなかったよ。ここからは私の意見も踏まえて、記事の中身を解説していこうと思う。まず EV のタイヤ摩耗が早いのは事実なのか？という点について。記事では誇張されている。部分もあるが概ね事実だと思う。やっぱそうなのか。ただ一つ気になる部分があって、さっきの EQS オーナーの話だが。1万キロ走るたびタイヤ代が20万円かかるってやつだよね。タイヤの交換頻度が多いことには同情の余地もあるが、そもそも価格1500万円を優に超える EQS だからな。これに関しては EV だからタイヤ代が。ではなく、単に金のかかる車というだけの話じゃないか。確かに。でもさすがにたった1万キロでタイヤ交換はおかしくない。EQS はいわば S クラスの EV バージョンだよな。EQS のスペックを考えた時にタイヤの減りが早いのは当然だし。最上級セダンということで万が一の時に乗員の安全を優先する必要があることから、
早め早めのタイヤ交換が推奨されている、というだけの話な気もするがどうだろう。ああ、でもそれはあり得るかも。例えば日産 GTR だってランフラットタイヤを装着しているし、4WD なので原則4輪すべての同時交換が推奨されているわけだ。さらに GTR の新車装着タイヤはただでさえ寿命が短いのに、そのパフォーマンスを維持するため早めに交換する必要もある。言われてみれば GTR はタイヤ代がめちゃくちゃ高いって聞いたことある。そのためこれに関しては EV だからというよりは、EQS だからという部分が大きいと私は思っている。実際はどうなのかわからないけど、そういうパターンもあるかもしれないね。ただしさっきも言った通り、EV のタイヤ摩耗が早いのは事実だ。それは何か理由があるのかな？もちろんあるぞ。EV はガソリン車に比べると、車両重量が大きいからな。めちゃくちゃシンプルな理由。車両重量が大きいということはタイヤを押さえつける力が大きいということでもある。タイヤにかかる負担が大きくなって、タイヤの摩耗も速くなるってことか。ギズモードジャパン及びザ・マイアミ・ヘラルドの記事にもあるが、2023年にアメリカで老朽化した立体駐車場が倒壊する事故があった。そんなことがあったのか。それは大変だね。その時は現在の自動車市場のトレンドである EV と SUV が重すぎるからではと騒ぎになっていたようだ。EV の車両重量が大きいのはバッテリーを積んでるからでしょ？その通りだ。MIT テクノロジーレビューによると、一般的な EV バッテリーの重量は約450キロらしい。想像の倍くらいの重さだよ。でもバッテリーの仕様や車種でも変わってくるよね。小型 EV とかのバッテリーは比較的軽量だろうし。それはそうだな。EV はエンジンもないしね。同じサイズ感のガソリン車とかと比べて、重量差はどのくらいあるんだろうか。例えばレクサス初の EV 市販モデルである UX300E は車両重量が 1790キロとなっている。 UX は CHR ベースのコンパクト SUV だっけ。ガソリン車の設定もあったと思うけど、 UX のガソリン車はどのくらいなの？ 2.0 リットル直列4気筒自然吸気エンジンを搭載する UX200 で1470キロとのことだ。重量差は320キロか。確かに重たいね。ハイブリッドシステムを搭載する UX250H でも車両重量は1550キロと。ハイブリッド車はガソリン車より重いと言われるが、EV の車両重量に比べると誤差みたいなものだな。たった80キロしか変わらないの？マイルドハイブリッドとかじゃなくて？マイルドハイブリッドだと変わってもせいぜい30キロ程度だ。BEV がいかに重いかわかるな。でもコンパクト SUV として考えると UX300E は重量級だけど、1790キロの車なんて世の中にはたくさんあると思うんだよ。重たい車のタイヤ摩耗が早い理由じゃなくて、EV のタイヤ摩耗が早い理由を知りたいな。確かにそうだな。ガソリン車というのは当たり前だが、ガソリンを消費しながら走るよな。そりゃガソリン車だからね。だから走れば走るほど車体は軽くなり、タイヤの負担も減っていくことになる。しかし EV はというと。なるほど。EV は電気を消費しながら走行するけど、バッテリーの重量は変わらないもんね。となるとタイヤの負担は変わらないから、結果タイヤも速く減っちゃうわけか。ただガソリンの重量は50リットルでも約40キロ程度なので、タイヤに与える影響としては小さいと言える。言われてみれば40キロ程度じゃそんなに変わらないと思う。ギズモードジャパンの記事タイトルには、交換ペースがガソリン車の倍以上とある。だがガソリン車と EV の重量差に加えて、ガソリン消費によるタイヤ負担低減。これらを考慮したところで交換ペースがガソリン車の倍以上になりそうにはない？じゃあ持ってるどころか、もはや嘘なんじゃないの？そもそも EV のタイヤ交換サイクルなんて、ネットで検索すればすぐにわかることだ。記事タイトルを嘘という前に、少し調べてみようじゃないか。それもそうだね。日本全国の EV 充電器検索サイト EV スマートは、車用車としてテスラモデル3を導入している。社員の足として2年で約5万キロを走行しており、2年点検の際に新品タイヤへと交換したそうだ。一般的なタイヤは3万キロから4万キロあたりで、新品への交換が推奨されてるよね。交換前のタイヤは約4万キロ使用したらしく、少し早い気もするが適切な時期ではあるな。だと思うけど、他に情報はないの？自動車評論家の国沢光弘氏は自身のブログに、標準装着タイヤなら5万キロは持つと書いている。国沢氏は日産リーフを3台乗り継いでいるので、個人的に信憑性は高いと思うのだがどうだろう？
まあ EV を所有する自動車評論家が、そう言うなら反論はできないよね。今の話を聞く限りタイヤ交換に関しては、一般的なガソリン車と変わらない気が。まあ多少 EV の方がサイクル早い可能性はあるけど、ガソリン車の2倍以上っていうのはさすがに。自然吸気ちゃんも知っているとは思うが、EV はモーターの特性によって加速が速い。エンジンは回転数を上げるごとに徐々にトルクが増大していくけど、モーターは一気に最大トルクを絞り出すことができるんだよね。その通りだ。もちろん車種によっても変わってくるが、アクセルペダルチョンで速座200キロだ。例えばストップ&ゴーの多い市街地で、急加速して一気に法定速度まで乗せる。そして赤信号でブレーキを踏み、青信号になったらまた急加速。もしこんな荒い運転をしているとすれば、タイヤの減りが速くなるのは当たり前だ。中にはそういう人もいるとは思うけど、EV 乗り全員には当てはまらないでしょ。もしかしたら EV のタイヤ摩耗が早いのは、お国柄も関係しているのかもしれないぞ。え、なんで？日本の自動車メーカーは今のところ、高性能 EV をほとんど開発していない。しかし北米や中国では EV ベンチャーが多く、既存のメーカーも高性能 EV を開発している。日本にも EV ベンチャーはあるけど、今のところ存在感は低めだからね。でもそれとタイヤ交換ペースが速いことに何の関係があるの？ガソリン車に比べると EV は参入障壁が低いため、すでに多くの EV ベンチャーが存在しているが、それでも EV 開発の波はとどまることを知らず、年々他社との差別化が難しくなっているんだ。EV の課題の一つだね。自然吸気ちゃんなら昨今の EV 市場で、イニシアチブを握るために何をする？まずは差別化でしょ？見た目や機能もそうだし、性能面に関しても、他社を寄せ付けないレベルに仕上げたいな。今の EV 市場は過渡期と言えるから、特に性能面で違いをアピールしたい。私も多分同じことを思うだろう。そして多くの自動車メーカーや EV ベンチャーが、自然吸気ちゃんが今言ったことを実践している。なんですと？ EV の課題としてよく挙げられるのが、ガソリン車より航続距離が短い点だ。充電がサクッと終わるんなら、航続距離が短くてもいいけど、今のところはそういうわけじゃないし、航続距離は長いに越したことないよね。そんな課題を克服するために、今の EV は航続距離を無駄に伸ばしている。現時点で航続距離を伸ばすということは、とにかくでかいバッテリーを積むということだ。めちゃくちゃ力技。何らかの技術革新が起きない限り、当面はこの流れが続くだろうな。そしてでかいバッテリーを積むというのは、必要以上に車両重量が増えることにつながる。それでタイヤの減りも早くなると。日本の自動車メーカーは良くも悪くも保守的だし、大型バッテリーのデメリットにも気づいている。だから必要以上に大きなバッテリーを積むことはなく、航続距離が短くても困らない小型 EV の開発に精力的だ。国産 EV に小型車が多いのは、そういう事情があったのか。ギズモードジャパンやザ・マイアミ・ヘラルドは、あくまで北米の EV 問題を取り上げているに過ぎない。これは私の偏見なので間違っていたら申し訳ないが、日本より車を飛ばす人が多いのではないだろうか？ワイスピとか見る限りでは、めっちゃ飛ばしてるよね。あれはフィクションだぞ。ただ北米の車は EV に限らずボディサイズが大きいし、さらに国土も広いので航続距離は長くしたいはず。そういう事情で大型バッテリーが必要なのもわかるが、それでタイヤ摩耗が速くなるのは仕方のないことだ。車体もバッテリーも重たいんだから、そりゃタイヤの負担も大きいよな。例えば北米のフルサイズピックアップトラック、その EV バージョンである F150 ライトニングや、言わずと知れたテスラサイバートラックなどは、車両重量が驚きの3000キロ前後となっていてな。軽自動車4台分くらいあるじゃん。トラックなので荷物も乗せる機会も多いだろうし、乗せるものによっては4000キロにも達しかねない。そんな鈍重なボディを高出力モーターによって、3から4秒程度で100キロまで引っ張り上げるわけだ。そんなに加速力あるの？気になる人は調べてみるといいぞ。サイバートラックの高性能モデルは、0から96キロ加速 2.7 秒を実現している。でかい、重い、カットバスの3拍子で、そりゃタイヤすぐ減るよという話だな。日本の EV と EV 乗りはどちらかというと、小さい、軽い、安全に走るだから。ギズモードジャパンやザ・マイアミ・ヘラルドで、取り上げられてる問題は当てはまらないだろうね。結論としては誇張もあるけれど、嘘というわけではなさそうだな。どうやらそのようだね。同サイズのガソリン車に比べると、EV のタイヤ交換ペースは多少早い。
ただし車両重量や乗り方次第でもあるので、ガソリン車が良いのかというとそれは違う。ガソリン車だって車両重量が大きい車や、運転が荒いとタイヤはすぐ摩耗するよね。ちょっと極端ではあるが、ドリ車などが良い例だな。まあ EV はガソリン車よりも余計に重いから問題なんでしょ。なんて言われちゃったら、返す言葉もないんだけど。ガソリン車を無理やり締め出そうとするから、大勢の車好きから反感を買っているわけで。EV は良いところもあるし悪いところもある、それはガソリン車や FCV だって同じだと思う。EV が多くの人に受け入れられるように、自動車メーカーは頑張ってほしいね。そして EV のタイヤの減りが早いんなら、タイヤの技術の進歩にも期待したいよ。現在、X、旧 Twitter で、みんなの愛車の写真を募集しているぞ。X でシャープブンキャスモーターショーという、ハッシュタグをつけて写真を投稿してくれ。すでに多くのブンキャス視聴者が、愛車の写真を投稿してくれているぞ。みんなが楽しく利用できるように、簡単なルールを設けているよ。自分の愛車の写真なら OK だけど、ナンバーは必ず隠しておいてね。もちろん見るだけでも OK。もし気に入った車があったら、いいねしてあげてほしいな。ということで、今回はこれで終わりだ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またね。